オースティン・セント・ジョンはアメリカ合衆国の俳優。ニューメキシコ州ロズウェルで海兵隊員の息子として生まれる。5歳の時に父親から格闘技を学び始め、柔道の道場にも入門。テコンドー、憲法など合わせて13の格闘技を学んだとされる。芸名のオースティンは600万ドルの男の主人公、スティーブ・オースティンから取られており、名付け親は タレントエージェントのパッド・オブライエン。ある日、友人からファントムズという子供向け番組のオーディションを紹介される。オースティンは演技経験はなかったが、母親からオーディションを受けることを後押しされたことなどから参加を決め、合格する。その番組が1993年から放送された子供向けテレビドラマパワーレンジャーであり、オースティンは初代レッドレンジャー。 ジェイソン役で人気を得るが、ギャラ交渉のもつれにより、第2シーズン途中で降板。俳優活動のために高校を中退していたため、高校卒業資格を取得し、コンコルディア大学で、スポーツ健康科学の学を取得俳優を引退後、世界を旅して、武術を学び、ワシントン DC に移住。医療関係の仕事をしていた友人の誘いで、救急救命士として12年働いた後、 アメリカ軍にて衛生兵、医療従事者として、クウェート、アフガニスタン、イラクなど国外の戦場に赴もむく、2015年に映画、サバイバル、S エンドにて復帰することが発表された。医療従事者として働いていた際にかつて、パワーレンジャーの視聴者だった人々から復帰を後押し、されたことが俳優業に復帰した理由の一つであると言う。ありがとうございます。